今日はいつもの女性モデルさんで、逆エデの施術になりますね、初めての。腰をメインに、とか整体をやっていきたいと思います。今はどうですかね。そうですね、以前よりかはなんか楽にはなってきて、うん、どうですか、よくはなってきますかね。特に痛い場所はどうですかね。いやもう、まあ、痛いは痛いです。全部全体的ですか。背中も痛いし、腰も痛いし、腰も痛い、あそこも痛い、あ、はい、そこも痛いって感じですね。あ、なるほど、はい、もう押すとこ押すとこ全部痛いです。足のだるさとかもありますかね。はい、足のだるさもありますかね。ありますね、ありますね、すごい。やっぱこうしてみると猫背ですね。はい、ここが高いですね。高い。うん。首がかなりやっぱりこう頸椎のカーブが急ですね。ここが出てるからだいぶ。だいぶ猫背だね。うん、そうそうね。それで顎が上がってるという。痛い。あ、痛いですか。右側が特に痛い。右側が特に痛いですか。ね、ここからどうしますかね。痛いですかね。はい、痛いですね。何からやってきますかね。あー、足気持ちいい。すごい足気持ちいい。やっぱあれですね、体は曲がっちゃいますね。本当ですか。上半身が右に傾いてますね。ねえ、うん、毎回正してもらって毎回選んでくるんですね。そうっすね、まあ、仕事いっぱいしてますしね。痛い痛い。そっか。あんまり痛すぎて何が悪いのか分かんなくなってますもんね。あれ休みないですもんね。育児には。腱鞘炎とかなりましたね。ああそうですか。これ痛いですね。痛いですね。あ、最近、はい、立ってて、うん、骨盤が歪んでるの分かりました。あ、立つ時にやっぱりお腹突き出して、はいはいはい、立ってる姿勢が多いなって気づきまして、腹筋がないとなっちゃいますね。他の部位に比べて直接胸に与える影響とか、うん、炎症起きにくいんで。
お尻痛いぐらい押されても別に何ともなってなかったんでその時痛いんですけどね、はい、それでどうこうなるっていうのはないです、はい、むしろやっぱ腰とか足とかすっきりするんで、あ、いいですね、いいと思いますよ痛いですかね。痛いですね。こっちよりこっちで、どっちも痛いけど、こっちとこっち右ですね。ここに合わないですね。合わすためにはここまで持ってこないと両足揃わない状態になってますね。ここが合わない。で、ちょっとそれを調整してみるか。もう完全にこのここで見た時点で分かるぐらいこうなってますよね。ここが短くなっている。ここでここが高いですね。こうなってますね。骨盤が。痛くないですかね。はい、気持ちがいいです、すごい。はい、うん、よいしょ、よいしょって、ね、はい、はい、自動車パワーショベルカー新幹線ヘリコプター船半身さっきここちょっと傾いてたの分かりますかね。
も小さいです。お、すごいじゃん、まみちゃん。自分で押してんじゃん。はあ。すごい。すごいじゃん。最初は硬いから、はいはい、であとこう湿気に慣れてないので、うん、はい、やっぱちょっと過剰反応というか、あ、痛いとか、あ、怖いとか、はい、あ、嫌な感じっていうのになりやすいんですけど、はい、まあ、だんだん気持ちよくなるっていう、そういう感じですね。あ、わかります。なかった。うん、気持ちいいです。そうなのね。そうなのよ。押したいみたいよ。はい、どうぞ。めくったやつ。
痛気持ちいいですね。ちょっとたまにはベッドで首回りやりましょうかね。はい、はい、じゃあちょっとすみません、顔向けに、したんだ。立ちたいのか。こうしたいっていう座って少し、えい、それ可愛いんだよね、ピンクだし。まあみちゃんって。
よかったね、わびちゃん。向こうの方がじゃあちょっと最後に材でやっていきましょうかね。はい、はい、首を下げて、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。